6人目の選手が登場です。北朝鮮のキム・ヨンシル。予選では 8.975 というこの跳馬の得点です。まずまずといった跳躍ですね。今の飛び方は、ロンダートからやはり着手の前に1回ひねる、1回ひねってから手をつくという、後半は伸身姿勢もひねりもないんですが、やはり前半に1回ひねるということで、勝ち点は 9.7 万点と、非常に勝ち点の高い跳躍となっています。少し着地の姿勢が、前にかがんでしまいましたが、膝をうまく使ってよくまとめましたね。バンコク、天津、ユニバーシアードのメンバーでもあります。北朝鮮のキム・ヨンシル、スタートバリュー、いわゆる勝ち点の高い飛び方をしました。果たしてどれくらいの得点が出ますか。1回目9.325、 9.325、 1回目です。さあ2回目は違うグループの飛び方をしなくてはいけません。北朝鮮のキム・ヨンシル、2回目のスタートです。ロンダートから後方伸身で一回ひねり、これも我慢しました。北朝鮮のキム・ヨンシル、現在キム選手、2回ひねりの跳躍を持っているんですが、ウォーミングアップの時からどうしても成功しないで、1回ひねりに変えてきましたね。それが逆に今着地も綺麗にまとめましたし、そうですね。ただ先ほどから申し上げています、はい、勝ち点という部分で、こちらの勝ち点が 9.4 ですので、はい、2回ひねりと比べますと 0.4 満点が違うんですね、その辺が得点にどう影響するかというところになると思います。1回目は 9.325 でした。そして2回目は 9.025。